Scramble! どうも皆様こんにちは、グリードです。今日はオートキャプテンバーですね、使ってやっていきましょう。今日はね、ちょっと動画の最後に2、3本プチ質問コーナーをやろうと思います。まあ、今までね、こう1本でかい質問コーナーやったことあるんだけどね、かなり大変で、まあ、そうじゃなくてこうプチ質問、おっ危ない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 、プチ質問コーナーをね、まあ、動画の最後に気まぐれですけどやろうかなと思います。これからたまーにね、よいしょ。なのでコメント欄にぜひ質問等お願いします。また次の動画の最後に答えるかもしれません。なんかいる、なんだったんだあいつそんなところにいてちゃさすがに勝てないぞ。あ、もう加点出てるね、あっちで。もう突っ込みに行こうか、この拾ったグリスガンで。どの辺にいるんだろう。あ、いた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 何してんねん。まあ、最近なんかハーポー、まあ、今日なんかハーポーがね、ちょっとマンネリ化してきたから、たまにはね、違う公開マッチの動画でも撮ろうかなと思って。あれは倒せないか、こっちいないのかな。なんかまたあれ放置してる人じゃないの、勝手に出してる人。何しょうもないことしてるんだよ。この辺いないね。あ、いた。よし。よし。あと1枚。まあ、指使っちゃおうか。キルスト出せたら大きいから。そこは中にいるのか、外にいるのか。洞窟かな？オッケー！ぴったりエイブ。すごい。2ラウンド目で7キルしてる。どうですか？サーチのやってる人いるかな？この公開ランクのサーチで何キルぐらいしたら結構無双って言えるんだろうとりあえず10キル目標でいくか、10キルコス目標でいこう。やってブンブンいきまーす。おお、全員映ってんじゃないこれ。え、嘘。あ、いや待った、それはミスったそれミスった。やれたと思ったんだけど、手前からやるか。はい、オッケー。あと2枚。オッケー、10キル。あと1枚だよ。どこに出てたっけ、左奥だったっけ。一応右にスタンに行っとこう。当たんなかった。左奥だった気がするんだよな。でも味方がいるね。ってことは大丈夫なのかな。設置いけるよ。いなそうですね、味方が設置してくれて。多分 A、 じゃあ A、 B 側か、 B 側にいるんじゃないかな。あれ設置しないのかな、キルしに行く感じですか、これは。どこだ、あと1枚。え、テキストにいるとか。あれは死体だよね。だ、はよはよ。あ、いるいるいる。オーケー、ナイスナイスナイス。ソックス解除はいなかったね。なんかまた、まあコメント欄でもぜひルール、希望ルールかな、なんか書いてください。ちょっとね、やっぱ最近ほんとハードポイントがねマンネリ化してるから、ハーポ以外の動画を上げたいんだよね。なんだなんだこの人。今多分ね、タンクにいるんだよな。多分そこにいるんだよね。11キル1枚飛ばしいの。で、最奥にいるから。何してんの人。片手に取られちゃった、しかも。今いるね、あれ。OK。で、指出して、出すぞ。そっちに赤点だったよね。抜け、ジース抜けてんな。ってことは、ぐるっと回ってくるか？この辺にいる。あ！ラス14キル目がー！あー、でもとりあえず13連続キルできた。ってことで、2試合目。なんか今日前髪がくるんくるんするな。ノーセットだからね。めっちゃね、湿気でクルンクルンするんだよね。梅雨がうざいです。さあ。で、ここのサーチってやばくないか？いたよね、そこ。建物入ってったかな？で、またあの放置魔いるんじゃないか、これ。
いなーい。フラグ投げてみるか。あと3人。あの人やっちゃおうっと。やばいなー。屈伸放置は害悪だなー、かなり。これこのサーチャーでやったことないよ、さすがに。あっち B 側にいるっぽいね。B ポがどこだかよく分かってない。これは構えておくか。これ盾も入れたよね。ちょっと大回りで行こうか。ワンチャン抜けてる説あるから。敵が抜けていく！待って、動画撮ってるから。ボツ動画にしたくないよ。ナイス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 。相手が4人になってしまった。皆さん最近何の武器使ってますかね？やっぱりこう動画撮るときってね、すごいやっぱ武器に悩むんですよね。ほんと武器に悩む。まあ最近はかなりもうネタがね、かなりキレキレなんで、まあヒロイックとかこう定期的に出てくれるとやっぱりありがたいんですけど、皆さん何使ってますかね最近。SMG 系、まあ PP とかやっぱバー、STG、4点バースト、まあその辺がやっぱ一番多いのかな。やばい、死んだくない。やばいぞ。飛び降りてくるかな。あの人かな。飛び降りてくる印象はなかったけど。ノーヒット。スタン来ましたね、今。当たんなかった。でも、ボムはここなんで。あと2人。あぶねえ！ショットガンだったー！いいぞ、いいぞ。これ、連続、2試合連続0です。いけるんじゃないかな。だいぶエイムが良かったけど。オッケーオッケー。最近 e スポーツルールだとね、やっぱバーがね、バーがかなり主流化してて AR は。やっぱり3発ってのは非常に強いよね。3発の強み。よいしょ。これ呼んじゃおっか。建物多いからな、当たるかわかんないな。ここはやれる。あとはここだよね。建物の中にいる人。出てこいか、出てこいかって。出てこないかな。おるよな、そこ。おるんだよな。あの階段のとこにいるんじゃないかな。まだもう一人いた、もう一人いた。あれ、もう一人いなかった。あ、いるいるいる、もう一人いるよね、あそこ。で、設置者と、死者と赤点あっちへ出てたね。どっち行った？2階に行ったか。中に、うわ、中にショットガンなんだけど、バレたか。何も投げてきてないよね、今。あと1枚。うわー、びっくりした、待って。うわー、2試合ゼロですが。その建物の中にいるの分かってたんで近づきたくなかったんだけど、やめて接近されてた。びっくりした。ちょっと待って。まあ滑空爆弾あるから、もう一回 B 設置っていうのは、 B 設置が一番やりやすい気がする。そもそも A がどこなんだ。いや、 A がなるほどね。 A がそこか。これは A 設置が難しいと見たんで、こっち行きます。さあ、赤点は、やっぱり、A 寄りに出てるね。早めに設置。右が怖いけど。待って、僕そういえばハンカーつけてない。あ、よかった！ハンカーつけてない、つけてないの忘れてた。これ早く逃げた方がいいな、設置して。さよなら。で、なんかいるぞ。うわぁ。待って、自立行ったね、あれ、自立行ったね。で、今バレた、多分バレた。で、ここで使います。さすがに2階まで登ってくるやつおらんやろ。いや、おるな。
やばいよ。やばいやばい。やべえ。やばいやばい。口ずっと開いてた。14キル。14キルしてるよ。やばー。あ、しかもあそこから B 見れたんだね。あのポジ強すぎだろ。偶然だったけど見つけたの。オッケー。あと建物の中だろう。もうこれ出しちゃうか。どうせ建物の中に入ってるだろうけども。なんかワン、あ、今、三角のやついたな。これどこだ迷子になってる。オッケー。あと1枚、あと1枚。やらせてくれ。18キル。18キル欲しい。壁抜きいけるかな。どこに逃げたんだ。ナーイス。やばい。いい試合取れた。ということで、お疲れ様でした。ってことで、じゃあ、質問コーナー行ってみましょう。グリードさんの質問。大会などでフリークの使用は認められてますか？これはね、基本海外は OK です。で、だけど、日本のね、公式大会はまだね、認められてないことが多いですね。僕たちが今参加しているプロ対抗戦、ソニーさんが主催しているプロ対抗戦もちょっとフリークとアタッチメントはまだ使えられません。プロ以外で仕事ってしてます？今はね、もう完全に大学卒業して、このゲームの仕事で全部、生計立ててます。試合前に行うルーティーンとかありますか？試合前はですね、まあ水を基本結構飲んだりして、あとね、まあ本当準備運動みたいな、体をやっぱ温めるために結構準備運動、本当スポーツみたいな、ああいうことをしますね。そうするとやっぱ緊張も結構ほぐれるんで。学生時代の1日のスケジュールはどうなってたかを教えていただけませんか？1日のスケジュールはね、そうですね、まあ中高、あのですね、部活とかやってた時は本当忙しくて、まあ朝練とかで朝のね、7時ぐらいにまあ家を出て、で、朝練して学校行って、さらに夕方も部活があったんで、もちろん。で、帰ってくるのはね、夜のね、8時とかだったんですね、家に着くのが。で、そっから、ちょこっと1時間、2時間ゲームしてましたね。やっぱ結構どんなに忙しくても、やっぱゲームしたくて、ゲームしちゃってましたね。家に帰って行ってすぐ。で、勉強とかね、僕、交通じゃない。通学時間がね、電車の中すごい長かったんで、その中で勉強とかしてました。まあそんな特別頭いいわけじゃないんですけど。質問です。本業副業どっちの方がいいと思いますか？これはね、この前のプロゲーマーを目指す人、へ向けた動画での質問なんで、プロゲーマーについてだと思いますね。まあ本業でやっていけるなら、本業でやっていけるだけの、まあ稼ぎがあるなら全然本業でいいと思います。まあ本当それは個人それぞれだと思うんで、まあ副業でもやってる人は全然いるし、本当に自分に合った選択をぜひしてください。質問です。どうしたらそんなにかっこよくなるんですか？ウィンレットに聞いてくれ。すいません、調子に乗りました。申し訳ありません。はい、というわけで、第1回プチ質問コーナーでしたね。今回はね、初なんで、ちょっと、多めに質問答えたつもりですね。次からはね、まあ、2、3問になると思うんで、まあでも、コメント欄にね、コメント書いてくれると、ぜひ嬉しいので、よろしくお願いします。というわけで、お疲れ様でした。Till the sunrise, we were in love. Couldn't stop us like a good drug. Yeah. Never run. We hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking.